今日は自分が持っている中で書き味のいいシャーペン4選をやっていこうと思います。書き味がいいシャーペンって書いているととてもテンションが上がって書くのが楽しくなります。そんなところを踏まえて早速やっていきましょう。1本目はパイロット S20 です。こちらのシャーペンは文房具好きの定番中の定番のペンなのですが、本当におすすめできる1本です。樹脂含振化馬材という樹脂と木が混ざって加工された素材が軸に使われており、木が経年変化することによって世界で1本だけの自分のものに変化していきます。あとマイナスポイントなんですけど、4ミリのガイドパイプが結構折りやすいらしいです。ペン先の視界は良好になっても壊れてしまったら元も子もないので、そこだけはご注意ください。2本目はパイロットレグノです。こちらのシャーペンは先ほど紹介した S20 と兄弟分ともいえるペンで、 S20 と同じ樹脂含振化馬材が使われています。重量は 21g となっていて少し重ためって感じですね。自分的には長く使っていくなら S20 よりレグノをおすすめします。なぜかというと S20 は書きやすさに特化したシャーペンなので 4mm のガイドパイプがついています。それが結構折れやすいと評判なのですが、レグノの場合は S20 ほど折れる心配がないので安心して使っていきます。また S20 は、ロゴが剥げやすいっていうところもあるのですが、レグノは刻印がされているので剥げる心配がありません。なので総合的に見たときに、自分は勉強でガシガシ使いたい方には S20 を、長く使っていける相棒を見つけたいという人にはレグノをおすすめしたいです。3本目はペンテルケリーです。こちらは万年筆のような見た目から万年シルというもう一つの名前があります。その名の通り万年筆のような高級感があってとても面白いペンです。ペンの上部のキャップを取ってペンを180度回転してカチッとはめることでペン先が顔を出します。つまりペン先をキャップが守ってくれているんですよね。なのでペン先は折れることはほぼないと思いますし、ペン先のブレもないので非常にしっかりとした書き味です。ですが一つ欠点を言うならば、表面の素材がプラスチックなので耐久性はあまり信頼しない方がいいかもしれません。ラスト4本目はルットリング600です。こちらのペンは僕が持っているシャーペンの中で最も書き味が良いです。軸全体に金属が使われているフルメタルボディなので豪水感が半端ないです。本当に持ってるだけでなんかいいシャーペン使ってんなーって感じが伝わってきます。また製図用シャーペンなので 4mm のガイドパイプがついていて、ペン先の視界も良好ですし、デザインもロゴの赤の部分と軸のマットブラックの組み合わせがめちゃめちゃかっこいいです。マイナスポイントとしてはほぼないんですけど、強いて言うならロレットグリップがまあまあきつめなので人によっては痛くなる場合があるかもしれないので一応ご注意ください。はい、ということでいかがだったでしょうか。書き味がいいかは僕もペンを選ぶときに見るポイントの一つなので、ぜひ参考にしていただけたら幸いです。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。さよなら。